皆さんこんにちは、共存チャンネル、久しぶりになりますけども、毎回ですね共存チャンネルは、いろんな方ゲストにお呼びして、その方との、取り組みだったりとかを通じて、職人としてのゾーンっていうのを探るっていうテーマでお送りしてるんですけれども、それ以外にもですねやっぱりその職人としてのゾーンっていうのはある、いろいろあると思いますので、振り返りのチャンネルっていう温故知新っていうのがもともとのテーマになってまして、やっぱりその過去を振り返って、現在までの道筋っていうのをたどっていくことで見えてくる未来っていうものをちょっとこう、つかみたいっていうところがですねテーマにあるので、そういった意味ではですね、僕いろんなところで話はしては来てるんですけれども、久留米ガスの歴史っていう部分をですねちょっとまたこのチャンネルでもですね改めてこう紐解いて、で、そこを振り返ったところで見えてくる未来っていうものをですねちょっと皆さんと一緒に、考えていけたらなとちょっと思います。220年の歴史をですね10分間でちょっと振り返るっていうのもなかなかちょっと苦しいものがありますけども、10分ぐらいでですね、ちょっと簡単に、振り返りつつゾーンをですねちょっと、探ってみたいと思います。久留米ガスの歴史ということですけども、久留米ガスというかそもそもですねかすりっていう織物は世界ではイカットって呼ばれてまして、IKAT って書いてイカットって言うんですけども、だいたい7世紀から8世紀ぐらいにインドで発祥したと言われてます。それから、シルクロードを通って中央アジアからヨーロッパの方に伝わっていったっていうのと、もう一つは、東南アジアから、太平洋を渡ってメキシコとかガテマラとか中南米の方に伝わっていったっていう、でもう一つは東南アジアからフィリピンあたりからやっぱ南蛮貿易っていうので14世紀15世紀ぐらいと思うんですけども、南蛮貿易で琉球ですね、今の沖縄あたりに伝わったっていうふうに言われてます。で日本この九州とか本州とか日本本土においてはですねこのインドで発祥したイカットっていう技術が伝え広まって日本で作られるようになったっていうことではなくてですね、日本国内においてはそれぞれの地域で、割と同じぐらいの年代に、同時多発的に、生まれてきてます。でこれがなぜ同じ年代ぐらいに同時多発的に日本国内でかすりの織物が作られるようになったかっていうところまではちょっと調べきれてないんですけれども、久留米がすりに関して言いますと、1800年ですね、江戸時代の後期に、井上伝という女性、当時ですね12歳 の、女の女性というか女の子ですねが考案したって言われてます。でその当時すでにですね久留米では綿花を栽培して藍で染めて、織物が結構たくさん作られていたっていう、これはですね一つは、久留米を流れる筑後川がすごく暴れ川って言われるぐらいやっぱりこう氾濫が多くて、田畑がすごく流されたりとかっていうのが多いので。農家の方たちがすごくこう生活が苦しい、だから自分たちで着るものは自分たちで作るっていうような考えからですねやっぱりそれ と、やっぱ農閑期って言われるですね農作業がちょっと暇な時期ですね、例えば冬場だったりとかそういう時に旗織りを して、その収入の足しにしていたっていうふうに言われてます。でそういうもともと織物をこう綿の織物を作る皆さん結構作られてたっていうような中から久留米がすりは生まれているみたいです。
で、まあ、井上伝さんがですね、藍で染めた布の一部分が染まらずに白く斑点模様ができているっていうところに着目してですね、なんでこれはこうなってるんだろうってこう布を分解して、その藍と白にこう染め分けて、あらかじめ染め分けてそれを柄合わせしながら織ると面白い模様が織れるんじゃないかなっていうところを発想を持って、それからそれでクルメガスリっていうのを考案したっていうふうに言われています。で、まあ、ここから先がですね、この井上伝さんのそのすごいところっていうか、ここから200年以上クルメガスリが続くようになった一番最初の、まあ、分岐点なんですけれども、井上、まあ、せっかくそうやって自分が苦労してですね、考え出した技法をですね、まあ、やっぱりこうそういう自分で独り占めすることなくですね、周りの人にすごくこうオープンに技術、自分の考えた技術を伝え広めたっていうところがすごくあります。で、まあ、その皆さんやっぱりその井上伝さんの作ったその柄の入った藍染めの織物がすごくやっぱり評判が良くて、みんなそれを作りたいっていう人がたくさん出てきたので、井上伝さんはそういう人たちをなんていうの、お弟子さんとして抱えたような感じになるんですかね。やっぱそういう自分の職人としてのですね、そのやっぱりその技術っていうのは、ある意味その秘伝のものだと思うんですけど、そこをやっぱり誰から分け隔てることなくですね、もう自分が本当もう生涯にわたって何千人って技術を伝え広めるっていうことをされていたそうです。で、そういう、そもそも井上伝の伝っていう字は伝えるっていう字を書くんですけども、その名前が示す通りにですね、井上伝さんはやっぱクルメガスリを自分で考案して、そしてそれを伝え広めるっていう、そういった人生を送られた方なんだなっていうふうに思います。で、その結果、この福岡県の南部筑後地方って言われるところでですね、クルメガスリが広くこう作られるようになり、基本的にはその、農家の方の副業として、広まっていったみたいです。で、ただ井上伝さんだけが考案して教えて、それでバーって広まっていったっていうことではなくてですね、やっぱりそこには200年以上続くには、やっぱ多くの方の、そこの中に発展に関わった人たちがたくさんいらっしゃるっていうことがですね、調べると、だんだん分かってきました。で、その中でもですね、やっぱ技術的な部分で貢献されて人、それと、やっぱそのクルメガスリを伝え広めるためにその、販売っていう部分ですね、で伝え広めた人、大きく分けるとその2つが挙げられるんじゃないかなと思うんですけれども、技術的な部分に関して言うとですね、やっぱ井上伝さんと同じものをみんな作りたいと思って、井上伝さんに弟子入りして作るようになったんだろうと思うんですけども、やっぱり井上伝さんと同じように、技術的にもそのなんか品質的にも、いろんな面で同じようにみんながみんな作れるっていうことではなかったと思うんですね。だけどもやっぱりそのクルメガスリを作りたい、伝え広めたいっていう気持ちはすごく皆さんたくさん多くの方は持ってあったはずで、そういう中で自分なりにこう技術を高めてこう努力していく中で、おそらくですね、それぞれの自分の、住んでる環境とか、そういうなんですかね、なんかいろんなもの周りのところに適応していくっていう部分でも、なんかそこからおそらく自分なりのなんか、そこにオリジナリティが加わって、その井上伝さんのオリジナルのクルメガスリプラス、そのそこからの派生系っていうのがだんだんと生まれてきたんじゃないかなって、そんな風にちょっと僕は思ってます。で、その中でも文献とかに記載されて、よく名前が
その記録として残っているのがですね、まあ、絵がすりっていうですね、まあ、あのかすり、まあ、花柄とか、まあ、いろんなこう、絵柄っていうんですかね、そういうのをこうあのくるめがすりで表現するための技法を生み出したっていう方が、まあ、大塚、太蔵さんっていう方がいらっしゃいます。それと、まあ、私が住んでるこの八女市っていうところですね、この八女市の国武、地区っていうところでですね、くるめがすりを作っていた牛島のしっていう方が考案した、まあ、国武がすり、これはあの後にですね文人がすりって言われるようになるんですけども、まあ、すごくこう緻密なちっちゃいあの小柄が特徴のですね、くるめがすりを考案した方、牛島のしさん、それとあと久留米島っていうのを、まあ、島模様ですね、まあ、考案する小川徳っていう方だったりとか、まあ、そういう人たちが主に挙げられます。そして、久留米がすりをこう効率よくよりたくさん作るために、まあ、いろんなですね道具とかを生み出した人がいらっしゃいます。まあ、東洋のエジソンっていうですね言われてる、まあ、発明王っていう言われてるんですけど、田中久重さんっていう方がですね、この方は後にですね東芝っていう会社をの創業者としても有名なんですけれども、まあ、そういった方たちのですね、努力によってくるめがすりは、さまざまなバリエーションが広がって生産性もすごくこう増えていって、まあ、この福岡県の南部の筑後地区一帯で広く作られるようになります。そして、やっぱりその作るだけじゃなくて、やっぱ作ったものはやっぱ売っていかないといけないっていうことになるんですけども、やっぱその販売っていう部分でですね、やっぱりその九州っていう土地は東京とか京都とかからするとやっぱ地理的にはすごく離れてますし、まあそういった中でどういうふうにやっぱこう販売していくかっていうところをやった時に、久留米はその行商っていうスタイルがですね、久留米がすりを全国に売り歩いていく人が出てくるんですね。まあイメージ的にはですね、風呂敷に反物をいっぱい積んでこう背中に背負って、そしてなんか売り歩くっていうようなのが、まあ行商っていうようなまあイメージなんですけども、まあその中でも特にですね、江戸からまあ明治にかけての年代の時にすごくこう活躍された方がですね、牛島喜次郎さんという方がとか、本村昌平さんという方が行商人としてすごく有名です。で、まあそういう生産性っていう部分で、まあその、織物の機械のことを織機、織機って書いて織機って呼ぶんですけども、まあ、そういう織機の改良だったり、まあ、開発だったりとか、そういうとこはやっぱその、かすりの商品そのものですね、まあ、いろんな柄のバリエーションとか、そして、販売の部分ですね、そして生産を効率よくするためにまあ、工場を作ったりとか、あるいはその一部の技術に関してはやっぱ特許を取られたりとかっていうこともあったようです。でやっぱその特許を取るぐらいのこうやっぱ画期的な発明っていうものだったんだろうなというふうに、だけどまあ結果的にそういうふうに地域全体にですね、こうそういう経済的な部分とかも含めて広くこう波及効果することでですね、江戸からちょうど時代は江戸から明治に、国時代も西洋のいろんな技術とか文化を取り入れてこう近代化っていうところに進んでいく中でですね、やっぱりこの筑後地域のですね一大産業としてですね、経済発展にもすごく貢献したそういうのが久留米がすりっていうふうに呼ばれてます。そしてやっぱ久留米がすりはやっぱそもそもやっぱ品質が良くてすごくやっぱ評判がいいっていうことでですね、やっぱその、作って、まあ、それを作りたい人と
ぱ欲しい人、買いたい人っていうのもですね、やっぱ需要と供給のバランスがどん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 両方増えていくことでですね、生産が飛躍的に伸びたっていうふうに言われています。で、まあ、井上電さんが、まあ、1800年に久留米ガスリ考案して、まあ、まだ100年も満たないですね、1878年ぐらいの生産単数としてはですね、だいたい54,000、1年間で54,000単ぐらいできてたっていう記録が残ってます。でそれからあのわずか、まあ、10年ぐらい後ですね、1887年には生産量が10倍に増えてます。1年間で55万単ぐらいの生産量に。しかもですね、この当時はまだあの全て手織りで作られていたみたいです。でその中でも特にですね、まあ、1900年に入ってから、まあ、国武工場っていうのが久留米にあったみたいなんですけども、やっぱ従業員数が2600人ぐらいいて、ものすごくやっぱ大きい工場で、っていうところもあったというふうにあの記録として残ってますけども、一般的には、その、何十万単って作る単物の多くはですね、まあ、出し旗っていう制度が支えてたっていうふうにも言われてます。出し旗っていうのはですね、あの出す、旗を出すって書くんですけども、あの、まあ、生産元が縦糸とか横糸とかかすり の、 あの仕込みをして、それをあの、内職みたいな感じでですね、あの、まあ、当時やっぱり農家の方の副業として旗を折られてたので、農家の方があの自分のところの土間に旗を1台置いて、そしてあの生産元が縦糸とか横糸をそこに持ってきて、であの織りの部分だけをされるんですね。で、まあ、一旦いくらっていわゆる工賃織りっていうのでですね、あのかすりの反物を織ってた、こういう人たちがものすごくこの一帯にあのたくさんいらっしゃった。まあ、今時の言い方で言うと何でしょうかね、在宅ワークっていうような言い方もできるのかなと思いますけども、まあ、そういうところで広くこうあの地域に浸透して広まっていったっていうふうにあの記録として残ってます。ただですね、また そういう中でいろいろ問題もありまして、ね、まあ、やっぱあの作っても作っても足りないぐらいやっぱ売れていくっていうところでですね、やっぱり質よりも量っていうような風にな時代がやっぱりあったみたいで、まあ、あのやっぱ品質がだんだんとやっぱ作る方を量を優先したために品質が落ちていったっていう時代があったそうです。でやっぱその部分はただですね、やっぱそこで、そのままにしてたらやっぱり衰退していったんだろうと思いますけども、やっぱその当時の人たちはその品質が落ちたことをすごくですね、やっぱこのままじゃいかんというふうに反省して、そして組合を作って、組合で品質管理をするっていうことでですね、ちゃんと久留米ガスリ の、 あの組合のお墨付きのものしか販売はしませんっていうふうに品質管理を徹底することでですね、再度ですね、やっぱ久留米ガスリ の、 あの評判っていうのがやっぱ全国に広まっていって、広くこう普及していったっていうふうにあのなっています。で、まあ、そうしてあの時代的にもそういう日本の近代化、産業化っていうのが進んでいく中でですね、あの日本全体としてもすごくやっぱこの近代化を支えたのはこう繊維産業、織物業だったんです。この辺りはあの久留米ガスリを作ってたんですけど、全国各地ですね、いろんなところでやっぱ織物あの関係はどこでもあのそれぞれの産地地域でありました。でそういう中でやっぱりあの動力織機っていうですね、まあ、モーターのついた織り機でよりこう効率よくたくさん同じ品質のものを作れるようなあのものがどんどんと導入されて大きな工場もできていく中でですね、生産量もまあ増えていくんですけども、まあ、あの大量生産っていうような時代にだんだん入っていくんですね。で、まあ、大量生産でこう
近代化になって経済的な発展していくのはすごくいいことではあるんですけどもですね、やっぱり、メリットがあればデメリットもあるっていうこともやっぱ忘れちゃいけなくて、まあ、そういう中でやっぱ手仕事っていうのがだんだん失われていきます。やっぱり工場でですね効率よく作るっていうことが優先されていくとですね、やっぱさ先ほど話した出し旗っていうですね、やっぱ農家の方が内職でパターンパターン作る手織りで丁寧に作るっていうような仕事がそれに比例してだんだんとなくなっていったっていうふうに言われてます。でそう言ってもやっぱ久留米絣の品質を下げずに、生産量もしっかりと残してやっていくっていうところでですね、久留米絣のすごくここで機械化に全てこう流れていくんじゃなくてですね、手織りもしっかりと残して、手織りと機械動力織機とですね両方両立させながら生産今日まで生産続けているっていうのはですね、これは全国的に見てもすごくこの久留米絣の産地っていうのは特徴的なことだなとすごく思います。で普通はやっぱり動力織機の方に生産性をして動力化していくと手織りっていうのはもうどっかの時点でなくなってしまうものなんですけれども、久留米の場合はですね両方をちゃんと作り続けているっていうところがですね、僕はすごく素晴らしいと思うし、まあ、僕自身久留米絣の職人としてもすごく誇らしく思うことの一つです。で久留米絣のその最盛期って言われているのがですね、だいたい1928年に、1年間で200万単以上の生産があったっていうふうにですね記録が残っています。でやっぱこの地域でですね6万人ぐらいその旗織りだけじゃなくてそういう染色とか糸関係とかそのもろもろですね含めてやっぱ6万人ぐらいの人が、この久留米絣の関連に従事していたっていうふうになってますけど、実はこの年間200万単以上織った記録1928年段階ではまだ動力織機っていうのは導入されてなくてですね、実はその後1934年に、久留米でも動力織機が導入され始めたっていうふうに言われてて、実は動力織機を導入して生産性がどんどん飛躍的に発展したっていうよりはですね、どっちかっていうと久留米の場合はそこも久留米がするのちょっと面白いところだなと思うんですけど、手織りでですねピークがですね手織りで作っていた頃っていうのがですね、どんだけその久留米の絣の人たちは手先が器用でやっぱりそのこうなんていうか働き者だったのかなっていうふうにちょっと思います。で久留米絣はその動力織機といってもですね、やっぱりそのくくり工程とか、そこに関わるもろもろの工程がですねかなりその手仕事の部分がすごく多いんですね。最終の旗織り機が動力織機なのか手織りなのかっていう違いで、それ以外のところは結構手織りだろうと動力だろうと変わらないような作業工程を進めてやってますので、そういう意味ではですね、手織りと動力で動力織機導入したといっても、手織りとなんかこうミックスしたようなですね製織方法にはなるんですね。でそこもちょっと手仕事から機械化っていう単純にただその一言で、片付けられるようなもんじゃなくて、逆に久留米絣をこう説明する上でちょっとそのすごくこう、ややこしいというか難しい部分でもあったりもするんですけども、そうやってですねどんどん発展して生産も増えていったんですけども、その後ですね昭和になって大正昭和って時代が変わっていく中で、日本もこう戦争の時代っていうのを迎えて、その時にやっぱり生産が一時はですね、本当戦時その太平洋戦争って言われてる時代にはですね、もう本当に技術を残すためだけに、わずか11軒の織元で
年間137単だけ、技術を残すためだけしか作ることが許されなかったっていう時代が あったそうですけど、でそういう時代もですね、やっぱ乗り越えて、まあ、戦後ですね、1957年に、まあ、年間で124万単っていうところまで生産が盛り返したみたいです。でその頃はですね、もう動力食器の生産量が圧倒的に多くて、でもやっぱテオリーでもまだまだ元気に作られててっていうところなんですけども、まあ、現在ですね、もう2000年代に入って、まあ、2020年過ぎて、現在はですね、やっぱ織元の僕たちみたいな織元って言われている生産元っていうのはもう今久留米ガス協同組合に登録している組合員、まあ、21件まで落ち込んでます。でやっぱ年間でですね10万単もできてないと思いますね。で、まあ、それぐらい衰退というかですね、生産も落ち込んでいる状態ではあるんですけども、まあ、久留米ガスそのものは1957年にですね、まあ、国の重要無形文化財に指定されて、1976年に、国の経済産業大臣指定の、まあ、伝統工芸品というのにも、まあ、指定されています。で福岡県においてはこういう福岡県が指定した伝統工芸の七三地っていうのがあるんですけども、まあ、その七三地に久留米かすりも指定されてます。でまあかすりっていう織物は、まあ、久留米以外にも日本全国いろんなところで作られてたんですけども、やっぱりずっと衰退していってなくなっていった産地とかもかなり多くてですね、実はこの動力食器を導入して生産を飛躍的にこう伸ばしていた地域っていうのが、まあ、日本三大がすりって言われる地域が、まあ、ビンゴがすり、伊予がすり、久留米がすりっていう3つの産地があったんですけども、この動力食器を今でもですね、稼働させて、作り続けているっていうのは実は久留米がすりだけになってます。でそういう意味ではですね、まあ、日本全国あるいはもう世界中見渡してもこの動力食器を用いた久留米がすりの生殖技術っていうのはですね、久留米だけにしかもう残っていない貴重な技術になってます。でやっぱりそうやってから発展して、まあ、衰退期迎えてずっとやってますけども、まあ、僕たちは本当にもう数少ない残された久留米がすりの職人ではあるんですけど、これをどうやって残していくのか、あるいはそもそもがその残していく価値があるものなのか、そういうところも含めてですね、僕たちはやっぱこう歴史を振り返って、まあ、先人たちがいろいろとこうされてきたことを今一度ですね、噛み締めて、そして何を残して何を未来に伝えていくかっていう、まあ、そこにはいろんな文化的な価値だったり歴史だったりとか、ただ単に久留米がすりの反物そのものだけじゃなくて、まあ、いろんな要素が含まれているし、まあ、そういう、いろんな、まあ、人の思いとかも含めてですけども、織り込まれた織物っていうのがですね現代に残っていて、やっぱりそれはですねやっぱ残していくべきものだと思いますし、まあ、それをどのような形でどんなふうに伝えていくかっていうところがですね、いろいろと考えるべきところはたくさんあるとは思うんですけども、やっぱ僕らは僕らなりにやっぱ職人としてこれからも久留米がすりを作り続けて伝え続けて、皆さんに送り届けるっていうようなことをですねやっていきたいと思ってます。まあ歴史の部分の話とかですね、ちょっとまだですね少しいろいろとあるんですけども、ちょっと今日は一旦ここら辺で区切って、また次回ですね続きを、皆さんに、お伝えしたいと思います。じゃあ今日はこれでありがとうございます。